ちょっと雰囲気が変わりましたね。桜井は南東京の方では今年もベッキーに登場してくれます。マネブイ南東さんとの本格さんおかげさまで楽しんでですね、桜井さん4年ぐらいの迎えたところでございます。ご覧の皆さんで見たるところでたくさん楽しんでくださいね。まあ、続きましては BKC エリカジャズダンスクラブの皆さん方でございます。問題100名でこの動作を盛り上げてくださいます。こちらもまた2007年に開校いたしまして今年で16周年だそうでございます。3歳から大人まで約100名のメンバーが日々レッスンに励んでいます。昨年のドンタクでは念願の RKB 放送毎日放送賞を受賞することができました。まあ